みんなで一緒にモンハンライフのアートと言います。こんばんは。今回は意外と知らない蒸気艦の仕組みと天の竜神手形の確率です。報酬枠は大きく分けて6つに分かれます。まずは蒸気艦を最後までやり遂げる蒸気力突破と蒸気力突破ボーナスです。突破時にもらえる普段使うメイン報酬は高級お食事券が約 18%、 生命の粉塵と飛躍が約 11% です。ここにボーナスで家具などが入手できます。蒸気力突破では天の竜神手形は基本的に出ません。ではどれで入手できるのか、まずは残りの4つを説明していきます。1つ目がナビをすべて外した場合の報酬枠、灰色です。報酬で一番確率の高いのは回復薬グレードで約 40% です。次に1つもしくは2つ成功時の報酬枠、灰色2です。先ほどのナビをすべて外した時よりも確率が改善されている程度です。次に6択を成功させた時の報酬枠、オレンジです。主な報酬ではスチームチケットが約 7% です。では報酬枠の赤は何なのか、それがこちらです。答えは赤ナビ時の6択成功です。そして気になる天の竜神手形の入手確率は 1% です。さらに赤ナビの発生確率は約 7% から 10% 程度です。これらを加味した天の竜神手形の蒸気艦1回あたりの報酬確率は 0.017% です。個人集計になりますが、赤ナビが 10% で発生した場合、以下の通りとなります。天の竜神手形を1枚入手するには蒸気艦を5882回やる必要があります。蒸気艦1周あたりのナビ回数が135回なので約44周が必要となります。1周あたりの燃料は約800なので1枚入手するのに35200が必要になります。これらは個人の集計なので誤差はあります。参考情報としてご覧ください。はい、以上になります。ご視聴ありがとうございました。もし参考になりましたら評価、チャンネル登録よろしくお願いします。